おはようございます。今日はいい天気です。どうだねって。何がどうだねって。あ、いいものがあるじゃん。バナナ。え？いや、これね、昨日テレビでやっとったけどさ。すごいんだよ。結構昔調べたらこんだけお金が出てる。え？捨てるってよく服さ、どれ？こう10円と5円これだけで。本当だ。1万円ぐらい出てこんかな。出てこへんわそんなに。これもらって、これ4つもらった。で全部捨てた後。いらんだろ、うん、あんな絵がいっぱい食って思ったらやんだもん。はい、それでは変なくしゃくしゃしちゃう、うん、このバナナちょっとここにん、これさ、ちょっと半分に、包丁なしで半分に切る、半分に。なんで違うんだって、切り方が違うんだって。これをグッて引っ張ってみる、どうなる？マネかよ。あ、いいよ。グッて引っ張ってみる。切れた。怖いでしょ。すごいでしょ。うん、繊維だで切れんと思ったけど。お前食べてけよ。違う、バナナはね、あの、縦の繊維なんだって、こういうふうに。こうじゃないの？違うんだって。縦の繊維だから、うん、パツンってやると、切れるわ。断面がきれいに切れるでしょ。うん、こういうならね。うん、ほら、こっちの、うん、切れますよね。あの技がある、これのすごい技、バナナじゃない、今度はね、うん、あのコンビニの袋ある、うん、あの白い袋、うん、ちょっとあれもう、これ、うん、あれそれ開いとるやつないの、そういうやつで1本あるでしょう、マントからもらってくる、なんだ多分あの弁当買うで、ね、ちょっとさ、自分の手にサラダ油ちょっとつけてみる、サラダ油いいでちょっとつける、洗うのでやじゃん、違うんだって、それが違うんだって、洗わんでもよくなる、サラダ油つけて、ちょっとね、で、ま、手のひらにまんべんなくつけて、はい、サラダ油まんべんなくつけて、で、はい、ぬるぬるってなってかになりました、うん、はい、これで拭いてみる、なんでなんともない、綺麗になる？どう？なんで？やってみ、どう？綺麗になった。なんで？すごいでしょ。ほんだけどこれにつくだろう。うん、それにつくわさ。ほんじゃ嫌じゃん、使いにくい。なんかこれでなんかやる方法があったよ。なんかさ。綺麗になったでしょ。綺麗になる。でしょ？うん。全然ぬるぬるしてない。ちょっと手にして。あ、本当だ。ちょっとまで引っ張ってみて。うん、それ裏返してまた中でやればもっと綺麗になるよね。油ついてないところで。もったいないのでこうやってここへなんか入れる。うん。うん、豆知識。うん、うん、そうです。あの、どう？目から鱗の知識。うん、今日は。うん。本当だ。感心したでしょ、うん、明日みんなに教えて。教えてあげに。明日さ、だけどバナナだけはこういう繊維だと思ったよ。うん、違うんだ。80年生きてきて初耳だったでしょ、うんうんうん、でこれを持ってく、黒くなるよ、うん、しくなる、はい、ということでした、うん、それでは明日11日からさ、うん、浦子さんとこで日々これ口述の映画見て、うん、昼ご飯をみんなで食べて、うん、私ぼたもち、ことこさん人参ご飯持ってくの、ぼたもち作って持ってく、食べる、うん、あ、ぼたもち食べる、持って、ほんから、ことこさん、人参ご飯。石田さんは、唐揚げ。うん。で、私、みかんね、うん、食べてないなら、食べてないの？あそこに一杯やって、もう消えなくなったからさ、うん、あんまり酸っぱくないんだわ。うん。ほんで、あの、浦子さんが、あの、ミキサーがあるって言ったで、うん、それで、ジュース作って、うん、ぼたもちの後、胸が焼けるじゃん。で、それ食べようって。どこにみかんがあるの？
まだちょっと深い。あ、これ何ブロッコリー？これ。これブロッコリー、向こうがナス？あ、え？キャベツあれ？キャベツ、紫キャベツ。あ、紫キャベツか。紫色をしてるもの。え？何みかんだったっけ？これね、ハルミっていうみかんなんだけど。ハルミ？うん。っていうみかんなんだけど、なりすぎて30個ぐらい取ってちぎって。で、この間あったって農園の人が半分ぐらいちぎるっつったじゃん、キウイ。うん、ほんでちぎって、みくこれ食べるって言ったら食べてみ、食べれるっつったんだわ。うん。そんなもんで取っといたけど、ちっとも食べてないもんでゴミ捨てた。食べてみ。え？酸っぱくないって。別に酸っぱくないけど、今別に食べたいと思ってない。味をみりん。食べれるだな。あ、いや酸っぱいじゃんかこれ。酸っぱいじゃんこれ。全然酸っぱくない。そう。お前前も作ったもん。これ次って持ってくる。昨日テレビで、あ、でかくなったじゃん大根、うん。テレビでやっとったのこれ。そうだよ。なんちゃんね。忘れた。うん。食べれる。うん。美味しい。レタスも大きくなったら、え？レタスも、うん、うん。これがいちご。これ何？はい、イン黒売り。いちごもこことあそこへダウンで入れた。みんなにいい服ね、足つけて。あ、どの服？ここずーっとボタンでこの辺の長い。何それ？どうしたの？そういう色の。どうしたのそれ。明日来てくる。みんなに見せる。買ったの？お前がくれた。ああ、薄い長いやつか。そうそうそう、うん。あれ今頃ちょうどいいじゃん。うん、11時も。うん。で、みんなに見せる。男合わせだけど、うん、そんなことみんな気にせんし、私も気にせんし。うん、あれかっこいいなと思って。それから黒い、あの白いこう糸で縫ったトレーナーみたいな。うん、あれも金のここ短くしたから。うん、から黒いスーッと長いこうやつ、うん、長袖のあれかっこいいけど、マリコさん着る、あの人黒好きだもんね、うん、着るって言ったら、着るって言ったらあげるけど、日には私が、うん、今頃ちょうどいいもんね、あれ、うん、とにかく4つもらった、あ、ズボン、で太いズボン、黒のここに出てしまう、うん、あれをね、細くする、ここに、うん、ね、あとジャンバーは重たいしなあんなに刺繍みたいにしてある。え、もんじゃいつそれ脱ぐの？なわからんじゃん。はい、ということです。